画像は藤井広島選手、川崎ブレイブサンダース、週刊誌、週刊文春が先日、川崎ブレイブサンダースの副キャプテン、藤井広島選手が、村島美優さんとの不倫スキャンダルを謝罪し、17日に、群馬クレインサンダーズへの移籍を発表しました。北拓也ゼネラルマネージャーは、藤井選手の新たなチームでの挑戦を尊重し、 実シーズンのの活躍に感謝の意を示し新天地での活躍を祈っています相手は仕事を失うのに藤井は移籍かよ現実と責任から逃げるように移籍戦力的になのか素行の問題で契約なしなのか何もなかったように対談発表だけするってのはさすがにファンを置き去りにしすぎニックの引退シーズンをアシスタント MC と仲良くぶち壊してくれたので 川崎ファミリーですが残ってほしいとは1ミリも思わなかったのでよかった「恩をあだで返す」とはこういうことを言うんですねとんだケチがついちゃったなただいい選手には違いない周りの批判に負けず圧倒的な活躍で返すしかないよ広島ことの移籍複雑すぎるもう川崎の藤井広島ことを見れない寂しさもあるし広島ことがいない大樹への不安もあるし ニックのラストイヤーに泥かけて川崎出ていく腹立たしさもあるし、群馬で仲良しの G2 と楽しくわちゃわちゃやりそうなのも引っかかる。などの声が上がっています。不倫をスクープした週刊文春によれば、藤井広島選手は昨年10月頃から、チームのアシスタント MC、サポートクリエイターを2021年から務めている村島美優さんと関係を深め、 東京駅のクリスマスイルミネーションを見に行ったり、村島さんの自宅マンションをたびたび訪れ、お泊りデートもしていたとのことでした。画像は村島美優。藤井広島選手の不倫相手。画像は村島美優と不倫相手のバスケットボール選手。藤井広島ことの週刊文春撮影2ショット画像。藤井広島選手は2019年10月頃に結婚を公表し、 子供は娘2人をもうけており、家族は試合の応援に駆けつけるなど仲睦まじい様子で、夫婦関係は良好だったそうです。川崎ブレイブサンダースのスタッフや選手たちは昨年10月頃から、藤井広島選手と村島美優さんの近すぎる距離に違和感を抱いていたそうで、ある日の試合後には、藤井広島選手が村島美優さんにマンツーマンでシュートを教えていたといいます。 ファンの報告によれば藤井広島選手は以前から村島美優さんのインスタグラム投稿にいいねを連発するなどの匂わせをしていたといいます。そして4月にはファンが2人のドライブデート現場を目撃したそうで昨シーズンの好調とは裏腹にチームは低迷結果的に CS 出場を逃し苦しいシーズンだった。 この報道を受けてそれぞれ SNS で謝罪コメントを発表し、スキャンダル報道直前の5月末から、体調不良を理由に芸能活動を休止中の村島美優さんは、この度は、療養中にもかかわらず、私の軽率な行動でご家族や関係者の皆様、そしてファンの皆様にご迷惑やご心配をおかけして本当に申し訳ございません。今後は皆様から信頼し、 応援していただけるよう行動していきたいと思います。とコメント。一方の藤井広島選手は、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。私の軽率な行動が、皆様の信頼を裏切り、失望させてしまったことに対し、心より反省しております。今回の報道により、家族、 ファンの皆様、バスケットボール界の信頼を損ねる結果となってしまったことを重く受け止めています。藤井広島選手は謝罪コメントをした後、5日後にチーム移籍が発表されました。移籍に関しては不倫スキャンダルとの関連を疑う声もありますが、日刊スポーツによると、移籍交渉は記事掲載前に大筋合意に達していたとされています。移籍コメントには不倫スキャンダルに触れられていないため、 不安が残ります。報道された以上には、改めて謝罪の言葉があった方が良かったと思います。バスケットボール B リーグ一部の川崎は17日、2023、24シーズンで副キャプテンを務めた藤井博士誠との契約満了を発表した。藤井はチームを通じ、移籍する決断をしましたとコメントし、B1、群馬への移籍を報告した。 チームは契約満了の発表とともに、実シーズンという長きにわたり在籍した藤井に関し、クラブにたくさんの勝利をもたらしてくれたこと、感謝しています、と感謝を伝えた。北拓也 GM も、言い表すことのできない寂しさを感じています、と惜しみ、新天地での活躍を心から祈っています、とエールを送った。藤井も公式サイトを通じてコメントを発表。この度、 10年間在籍した川崎を去ることになりました。在籍期間中はいろいろな経験をさせていただくことができました。NBL 時代にはリーグ優勝を果たし、B リーグになってからも天皇杯連覇などタイトルを取ることができて、とても幸せな時間を過ごすことができました。サンダースファミリーの皆様の応援が力となり、いい時も悪い時も戦い抜くことができました。本当に感謝しています。 競争が激しい中、B リーグで成長できたことに感謝しています。10年間一緒にプレーした皆さんにも感謝しています。サンダースファミリーの皆さんには感謝しかありません。今回、たくさん悩み考え移籍する決断をしましたが、川崎ブレイブサンダースはこれからももっと大きくなっていくクラブだと確信しています。10年間育てていただき、本当にありがとうございました。移籍先の群馬も、 群馬クレインサンダーズでは藤井広島選手との B リーグ2024-25シーズンの選手契約が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。藤井はチーム公式を通じ、まずはじめに、このようなチャレンジの機会を与えてくださったチーム関係者の皆様に感謝いたします。優勝を目指すこのチームの一員として、全力を尽くし、チームのために貢献していきたいと思っています。 皆さんの期待に応えられるよう全力で頑張ります。よろしくお願いいたします。と意気込みを語った。お笑いコンビ、小木屋萩が13日深夜放送の TBS ラジオ、小木屋萩のメガネビーキに出演。プロバスケットボール選手、藤井博史誠との不倫が報じられたグラビアアイドル、村島美優について語った。二人の不倫を報じたのはこの日配信された。 文春オンライン、二人が不倫関係にあるというチーム関係者の証言や、マスクをした二人が並んで歩く様子を収めた写真などを掲載した。気になる記事として、この報道を挙げた矢作は、バスケの選手とグラビア、なんでそれが気になんのって思うんですけど、これはね、この村島美優さん、気になってたんですよ。ゴッドタン、に出たんですか ととと村島と共演経験があると語ったさらに矢作は俺もこの名前見た時誰だっけって顔も覚えててなぜ覚えてたかって言うといい子なのよしかも可愛くてと証言小木もそうこれはその時話になってたよねいい子だなあ